じゃあ次は夏目先生いきますか。いや女性対決見たいな。それはどうしたどうやりそうするの。リンゴさんする、はい、どうする。あ私行ってもいいですか。あじゃあどうぞ。いい、ね、ちょっとやりたくなっちゃいました。パイマスター、いけいけ、3連敗阻止します。お願いします。頼んだ。お願いします。じゃあ行きます。まったりしてるな。高校だ。大丈夫です大丈夫です。任せ。漢字一文字が多いな今回。音楽用語が結構あるからリンゴさん得意じゃんのかもしれない。あこれは良さそう。ジャッジドローン。ワンピースこんなに盛り上がってくれるの嬉しいな。こんな種類あったんだ。撮影グリーンなんかジャッジグリーンドローンでなんかサッカー系とかでしょ。一覧ピックアップ。一番好きなのは俺ノーズファンシーキャノン。ノーズファンシーキャノン。サッカー中継とかノーズファンシーキャノンって。サッカー中継グリーンってウソップ。グリーンノーズが花でしょ。ファンシーは空想なの。グリーン無理かな、はい、サッカー中継とかでサッカーゴルフとかでさんのことだから、うん、あの5個ぐらいつなげれそうなんだけどみんなに分かりやすく伝えるために何がいいかなって悩んでるんですよ。そのこれ難しい。そうかな。俺ライオンって何って聞いてるんかと思った。どんだけ常識だよ。セイウチって何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 。ゴルフ中継にして空飛んでるやつだっけ。ドローンいけると思うんだけどな中継で。ジャッジって言ったら夏目先生バロラントのショットガンの名前言わないかしら。バロラントやってないじゃん。細かく知ってる。アメリカヒントにバロラントのやつジャッジ来るかもしれない。え、そしたら、ね、え、これ夏目だったらバロラントのやつで出すかも。ライオンエリゴルフでいけるのか。確かにエリゴルフでいけるかも。バロラントその3つ開ける。いや確かにゲームライオンって誰かいた。ゴルフ中継え、ライオンはスカイの犬。いやあ、犬か。犬でライオン。アメリカもいける。犬でライオンアメリカもいけるか。ライオンっぽいんすよ。あ、でも確かにね。ガウってアメリカ。そうなんですよ。あ、そうなんだ。ガウ。4つ行って。でも猫かじゃねえんだ。キリ犬なの。でも犬って来たら毛って、毛っていうのがあるから毛引いちゃうよ。キリか。あ、そうね。スプリング。スプリングもいけるかな。むずい、なんか。エペとかよりも難しく感じる。あ、まあ確かにまあ。毛以外全部一応つながる。ちょっと、まあ、バロラントって身を隠すんじゃないの。9時。おお、9時。あ、霧だと中断する。サインがもらえるみたいな。6だね。ないか。ジャッジ、グリーン、ドローン、アメリカ、レッツ、エリー、霧。ああ、なるほどね。宝くじ買うためにね、行列を作ってみたいなね。6で行く。ゴルフ中継で6で行く。いや、ないか。でも、まあ、スクラッチはまあ無難じゃないですか。スクラッチは中継で余計な、うん、ドローンはね中継入れなくても空きもするから中継いらないかもしれない。くじ買うために列を作る、うん、いつも朝9時から朝9時からゴルフにしよっか。俺は1番はドラフト2番ジャッジです。1番はドラフトです。いやジャッジいっちゃうよ。ドラフトいきますか。ジャッジいっちゃうよ。開けます。1番っぽいんじゃないですか。でもまあでもグリーンもっぽいなって思った。ああすごい。おお、マジか。じゃあこれで2つ埋まったって考えておきますか。じゃあ、あ、確かにな。ゴルフ6だからわざとドラフトって言ったんですけどドラフト行っちゃいましたね。おい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 、グリーン、グリーン、ロク、グリーンだね。危ないね、グリーン低いところだったね。ゴルフ、まあ、全米オープンとか。ナイスナイスナイス。おお、そうね。あとはポラシャカで決まりました。ラッパなってゴルフは襟付きの服じゃないとダメ。あー、そうだね。あー、いいね。スナパイさん6だよ、相当だね。エリー分かってくれたの。すごすぎないかこれ。え、6? ゴルフで 6? サインとかは、いけたら、あーまあね。いや、ありそう。まあまあ、でも白は行ってもいいかな。ゴルフってさ、ドローン使う今。使う使う使う、わかんない、使う。撮影に使うしちゃう。撮影にはドローンは。ありそうだけどね、ゴルフ中継最近見ないからわかんないけど、最近はさすがにドローンで中継してそうではある。でもドローン、それでゴルフ出す。これがいや、まあ多分ね、メインのとこじゃないと思うけど、引っ張れる要素としてはなくはないかなって感じする。グリーン行きましょう。ナイス。エリーも、うん、いいんじゃないですか。行きましょう。ナイス。いや、すげえ。やっぱ米も行く？米も行きましょうか、アメリカで。
すげえ、ね、あとは分かんない俺。まあじゃあドローン行ってみましょうよ。おドローン行きます。ナイスナイス。おナイス。まあ4つ負けたからいいか。いったどうする、どうします。いや行こうよ行こうよ。霧とかない、ゴルフ。あるあるある。いや霧結構俺あるかなと思いますね。すごいすごいすごい。なんか天気ありそう。行くな、すごいな。いやすげえな。霧でもいいかも。これ周年さんにも行ってもらわないと。まずいですね。ピンチですよかなり。ヘラクレスはさすがに、ね、関係なさそう。なんかブランド名とかであるかな。やめるか。おい一回出してもいいと思いますよ。もう。まあまあ、大丈夫大丈夫。まあまあ黒引く前にね。マイナス110の王。マイナス。なんだマイナス。マイナス110の王。マイナス。入んないことあるのかな。えらい、でもマイナスですよ。マイナスってことは110の王じゃないよって言ってんじゃないですか。110の王じゃないロンみたいな、ね、マイナス110の王だからナイロンじゃないですか。ナイロン背打ちちょっと開けていいですか。いきます、うん、背打ちはそうだ。白ウサギって言って切れまでいけないかな。なるほどね。白ウサギで切れまでいけないかな。ナイロン、白ウサギ、ナイロンやばいな、マジで。もうさ無理か。ナイロンはナイロン。そんなわけない。ロンナイロンキングの可能性がありますこれ。ナイロンキング、まあ、くれないかなゴルフで。ナイロンキング当たってないもん。マイナスなんだもん。わかった。審判ありなのかな。よし従来本だと。じゃあいきますよ、はい、信じてます、はい、どうぞ、はい、ほらーおーマジ、ま、じゃん。え、これたまたまじゃないの。マジだ。たまたまだし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 。いやちょっと行ってみようか。おいおい楽しいからだった。まさかしゅるさんがナイロンキングなんて出すとは思わなかったな。で一発で抜けそうにない場合はもう2って刻んでくれていい。3だったらチャレンジしようか、うん、じゃあチャレンジお願いします、うん、3だ。白ウサギ稲葉、稲葉の白ウサギ何、毛ですよ毛。まあ毛だろうね一個はね。ナイスナイス。あラッパ吹きそうじゃない、アリスのやつでさ。違う、確かにラッパ吹きそうじゃない、吹いてない。確かにラッパ吹いてる。あのアリスの白ウサギ。違うよ違うよ、あいつラッパ吹いてたっけ。あそっか、アリスか。ちょっと待って、時計はまあ持ってるけど、なんかあの女王様がおなりに。アリスやばい、アリスちょっと考えてなかった。いやこい春という意味のスプリングは。そうそうそう、え春ないか、わかんね、いやわかんねわかんね、全然わかんない。いやわかんない、そこの結びつけがなんか自分の中で浮かんでこない。あじゃあ押しますよ、け。はい、おナイス、オッケーナイス。よしよし、そしてあじゃあ入った。そしてそしてどうする。他の可能性もちょっと触れたいけど、他にウサギとか白ウサギに関連しそうなワードってでもないよね。ラッパ行く？ラッパ吹いてそうだけどな。なんか俺安田さんのそれちょっと信じてみようかなと思うわ。なんかね、吹いてるか。うん、信じてみていい気がする。でもそれで違うかったらごめんなリンゴさん。行け。行け。ラッパ開ける。行くぜ。開けるぞ。開けるぞ。ああ、しぶさん。うちさ、三回連続うちが開けるぞって言ってさ、おお。あれになっちゃってる気がする。同点きました。か。わからなくなってきた。待って、でもジャッジ、いやだいぶだいぶいいんじゃないですか。いい試合してますよ。いいんだろう。ジャッジ、いやうちがスプリング3333天気さんか。123シンプルだって言葉を俺は期待します。ワンとか言っちゃいそうじゃない。天気だといやジャッジってナイロンキング当ててくれると思ってたよって。通じた。さすが123さんですね。天気予報とか私の思ってる通り当ててくれました。いやでもレコードいっちゃうかもな。記録もあるから。よくしたね。ウサギでスプリングだったかもともなると思うんだよね。カブトムシだからキリとジャッジを強調したくて、あとはディズニーの神の子供のヘラクレスとかね、ビートルズ。レコード入るよ。あレコード。えブルースってどうなんすか。ビートルス関係でいいんじゃないですか。あとサインビートルスのスでワンちゃん。あギターブルースよりギターっぽいですね。
ッターとレコード硬さ、サイン。レコードとかサインも入っちゃうか。サインかブルースか。レコードは硬いんじゃないですか。ジャッジ。夏目さんどう思います？両方。待って、ビートルズでさ、カブトムシでヘラクレスない。うん、いやあるんですか、その。いや、ビートルズっていうのをほら。カブトムシ、カブトムシっていう意味じゃないですか。あの英語で。だから、そうだから、カブトムシだからヘラクレスみたいな。でもレコード飽きそう。レコードさっきのマイナスの110の O も含めたヒントでみたいな。ミートルのカブトムシか。これなんか理想じゃないですか、ヘラクレス。いや、結構夏目は、この2つは絶対そうだと思う。うん。レコード、ヘラクレス。いきます。あ、もう一旦来る、もう一旦来る、もう一旦来る。うわー、ごめんなさい。やったー、もしやったー。え、違う。どうするこれ。ワンチャン割れてる。やったやった。え、どこだ。でもレコード違うなら相手視点めっちゃむずそうだね、逆に。いや、もうこのターンで俺たち全部開けないと負けるぐらいのつもりでいかないといけなくて。まあそうですね。もう相手にヒント与えてもいいから、絶対相手だと思うやつはヘラクレスとギターなんだよ。楽曲っぽいものは右下のこの2つがどっちかはありそうな感じしますね。スプリングとかスピリットとか曲名に入っててもおかしくなさそう。なんだろうな、残りの要素からいくか。今のところ開けられてないのが白ウサギの2とゴルフの2を開けられてないんだけど、うん、そうですね。まあウサギ要素からいくとスプリングは開けたいなって今思ってる。スプリング、うん、残り2個のヒントでつながりそうだったら2で出してほしい。ゴルフでジャッジのイメージないって言ってた。スプリングじゃないよっていう時は3で出してほしいかも。え？なるほど。これリンゴさんの指示ね。そうそうそう。何？もう一回言って。じゃあ、切り火が含まれる場合は無限で出してもらおうよ。切り火。オッケーオッケーオッケー。あー、なるほど。もう、なりふり構ってられないんだ、こっちは。なるほどね、出し方そうか、指定すればまだやりやすくはなるのか。切りが含まれてる場合は無限で出してくださいで、うん、あでもそれだとスプリングが入ってない時どうしたらいいんだろうね。ああ、まあ、あんまり複数でやるとちょっと大変だ。無限入ってる。でも気象予報士で入るんだ。じゃあ、まあ切りはとりあえず入るとして、いやジャッジかな。じゃあ、ある一番の話してたからスプリング、うわ理想。いや、ここで審判はキリスプリングは男がスタル硬そうだな、雰囲気的に。ダメ、この2つ先いっちゃいますか。お願い、行きますか。これ行きましょう。うん、もうここが違ったらもう負けでしょうがないだろうから、うん、開けましょう。せーの、イエーイ。おしよ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 し、ナイス、ナイス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 。で、あとは気象予報士っていう人を指定してるので、うん、ジャッジしてる人ってこと？うん、そう、天候判断してる人でジャッジかなって思った。そう、なるほど。他に人になるものがもうない。ない。なんかサイン送ったりしてない？いや、それはわかる。まあそのなんか、けど、空の様子を。から見て判断するという意味で空のサインを受け取ってみたいなこともあるけど、うん、俺も結論ジャッジかな。予報士という人間要素からジャッジ。ジャッジにかけよう。行こうじゃないか。今度こそ、今度こそ行け。うちどうしていいか。行くぞ。行くぞ。よろしくお願いします。やった。ナイス。素晴らしい。いやー。おめでとう。ナイスナイス。ゴルフ6が絶望。いやー、お疲れ様です。めっちゃいい勝負になった。いやー、ビートルズ見てなかった。ビートルズうますぎる。マイナス110ってどれだったんですか？マイナス110の方はその直前に動物でセイウチ、ヘラクレス、ライオンはどうなんだ、セイウチはどうなんだって話をしてたので、マイナス110になったらセイウチ、ヘラクレスいけるかなと思ったんですけど、まさかナイロンと川がナイロンじゃナイロンだったんだ。え、違う、ナイロンキングってアイディア好きですよ。ナイロンキングじゃなかったか。よかった、マジで。逆にでもね、変わらなかった。いや、素晴らしかった。いや、うまい、ナイスウィン。勝てた、やっと勝てたよ。